私はそれからしか始まらないんだけどね。素晴らしい質問。新聞にも書いてたけどもあれだよね、移住の問題も書いてたけども、うん、自分もふるさと納税も話したけども、うん、移住なんですよね、これも本当に大事って、ね、そうそうそう、まあ、人口減でね、うん、まあ、花嫁対策でいろんな町もやってるんだよね、うん、でも結果は出ないよね。いや、出ないです。お金を出すだけ、お金だけだもん、うん、形だけ、ね、やりました。で、その町の人がね、元気でね、うん、やってるところにしか来ない、それ見てるのはやっぱりいいんだね。だって女性の方は魅力ないですよ。いや、わからないし、うん、で、みんなね、自分の街をね、卑下してるんだよ。いっぱいいいところあるのにね、それを見せてあげてね、一緒にそれを生活すれば絶対来るんだよ。だから来たい人いっぱいおるんだから、そこはちょっとわかんないんだよね、その受け入れる側にそれがないからね。だからもう少し懐をね、広くしてね、でもうそれこそ極端に言ったらみんな無償でもいいからね、止めてあげたり一緒に仕事したりしながらね、で長いスパンで考えてあげてね、でその中の何人かがもし移住するとなったらね、その時に初めてね、お金のこととか話すればいいんだから、そんな初めからそんなお金でね売ってくるようなこんなんだったら、それこそ原発と一緒だから、そんなんで来た人はまた逃げていくから、逃げていくね。小さな魚だけのことで、大きな魚じゃなくて。偉人って本当に近くにいるもんだね。いや素晴らしい。ね、こんな近くにいるんだって。ね、新聞にね、載らなかったら全く縁なく、おそらく終わったでしょって。たまたまね、ああいうふうにしてくれたのでね、ありがたかったんですけどね。いい盛り合わせで感謝します。でもそれを見てね、こうやってわざわざ来てくださるって方もまたすごいですよね。僕らもものすごく心強くね、感じるしね、もう本当それは良かった。これからもぜひね、一緒に。もちろん、もちろんもういろんなね、協力させていただきますもん、それは。ありがたい。いや本当に素晴らしいね、発想が。いや、発想がどうなんかわかんないけど、まあそういうね。最初に話した通りに、皆さん本当にいいこと言うけどもね、都会から、ね、田舎に来てさ、住んでね、結局は自分たちの子供たちを、ね、こういうふうにして生活できてるっていう、このね、結果実証だよね。皆さん、すごくうまいこと話するんだよね。いやいや、本当に。でも、自分たちのした子供残してるからって。みんなね、出て行ってるからね。出してるでしょって、出してる。私はいますと。ね、そうだよね、うん、言ってることと違うんだよっていうことで言って叱られてるんだけど ね、うん、で学歴をつけさせて大学まで行かしたら必ずその子は帰ってこないから来ないです絶対帰ってこないから、来ないです、うん、だったらもう学力つけるなって言いたいよね、うん、もうそれだったらもっと生きる知恵をつけてやってる、その生きる知恵は自分たちの親の世代が持ってるんだから、ね、親の世代が子供たちにその生きる知恵を教えてやらないと、うん、それをやらなくて学校に預けてしまうから、だからそれでみんな出ていくんだ、うん、経済優先の時代終わったね、うん、まあ、終わったって、いや経済優先はいいんだ、経済は成長するのはいいんだけども、本当に意味のある、ね、うん、経済になっていけばいいと思うんだよね、うん、貧しいのがいいってことはないんだから、もちろんある程度の豊かさは必要だけどね、うん、向いていく方向もちょっと違うよね今、うん、物差しを変えていくってことだと思うんだよね、だからそういうことを、だから僕が一番大切にしたいのは、昔で言うエンジェルケースってあるよね、食べ物に対してもっとね、お金を使った方がいいと、で、なんその辺にあるものを買ってきたりするんじゃなくてね、素材を自分で作って、ね、それでそれを食べるっていうね、まあ、それこそ添加物もないようなね、あるいは農薬もあまり使ってないようなとか、そういうものを素材にして自分でいろんな加工をすると、で食べるということを積み重ねていったらね、今度は子供たちがそれを真似するんだ。で、ここで例えばチーズ作りたい、アイス作りたい、で、いろんなことっていうのは本当生活の中にあるんだよね。で、それを学校に行ってそれを習ってくるのがいい。